どうもこんにちは、松井塾の松井です。映画下手とかにやめてくださいね。はい。まず地図というのは、いくつかのパターンに分かれます。何かを正しく書こうとすると、何かが正しくないという状況になってしまいます。よろしいでしょうか？はい。まず何が正しい状態になるかということになるんですが、面積が正しい地図にしちゃいましょう。面積が正しい地図のこと、これは学校では習わないのかな？習わない可能性がありますが、モルワイレ図法という形になります。モルワイレ図法を使いますよという場合に関しては、どういう風な形になりますかっていうと、大体こうポイントになってくるのはここだけです。この地球の枠が楕円形になっているというのがポイントです。いいですか？地球の要するに形が楕円形の形で書かれてますよって、これモルワイレ図法です。面積が正しい地図ということになります。はい。まあ弱点としては要するになんか形がぐちゃぐちゃになっちゃうっていうのがあるんですけれども、まあそういうふうな形になります。まあ面積が比較的正しいように作りましょうねって作られたのが、モルワイレ図法で作られた地図。はい。これが、面積が正しい地図ですよと、いうことになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。